バリアフリー化されたシーホーム南堀リ電停付近の路線形状南堀リ停留場は愛媛県松山市南堀リ町にある伊予鉄道城南線花園線の停留場である停留場番号は例に6系統が松山市駅発着に変更されて以降唯一市内電車の全系統が使用する停留所となった城南線から 松山市駅方面への花園線が分岐しており、松山市駅、西堀ただし、松山市駅市役所前、西堀ただし市役所前のいずれの方向へも、直通運転が可能な配線である。到着方面別に3つの、島があり、いずれも安全地帯がついている。大街道、道後温泉方面へ向かう場合は、AC の2つのホームのうち好きな方を利用可能。 いずれの島の分岐器も列車が侵入する際のトロリーコンタクターの操作で転換できるようになっている。通常は左側が正位とされる。一つ目のトロリーコンタクターを操作後に一旦停止し、開通確認とある表示灯が点灯すると範囲になる。他の分岐点も全てこの方法によっている。なお、松山市駅、JR 松山駅前、道後温泉駅では、 スプリングポイントが使用されている。ありがとうございます。